量子力学の行列形式第2章量子力学の行列形式これまで4つのシュレディンガー波動方程式を調べいくつかの物理的興味ある場合についてその解を求めてきた。この章では量子力学をもう一つの形式によって定式化することを展示を。この形式ではある粒子の座標、運動量、成分、エネルギー等のような力学変数は波動関数にかけられたり波動関数を微分したりする必要がなくて、K の運動方程式の中そのまま現れることになる。古典論の方程式は常にこのような構造のものであるから、このような形式でシュレディンガー理論の場合に比べて古典論と量子力学の方程式の一層綿密な類似が見られることになるが十分予想される。実際この予想は実現される。ただしこの形式上の違いが基本なのは量子力学の力学変数は情報の交換法則に従わないということで、このような非可観的な力学系はしばしば円なしオペレータージャンシオペレーターと呼ばれる行列に表現するのは便利な行列の理論というのは非常に幅の広い表現方法になっているというのは行列の行の列の選び方全ての同等のいくらでも多くの仕方があるからである。行列力学は1925年にアイゼンベロックによって発見された量子論の最初の定式だということや、量子行列力学と古典力学の綿密な定式の類似によるものである。この章はまず簡単に行列の比較的重要な性質をまとめたような一挙して、次に行う行列力学と関係性、特殊なものについてその有効に示すことになる。22、行列代数。行列大事な行列大事な、まず最初ね、議論を有限この行と列をまず行列に限り次にそうし上げた結果無限に伝えることになる。22の1の行列の情報、行列マトリックスの数の正方の配置差もある規定に従って他の行列を組み合わせたり掛け合わせることができるものである。一つの行列 A のような大文字でそれを作り上げた行列要素エレメントを A、K、M のような電子系の文字で表すことになる。ここで KL はそれぞれの行列要素 KL で表せる行と列を示している。このような行列を次数ランクと同じ数の行列を表すことはこの過半である。 A プラス B イコール B プラス A、 もし行列の C で呼ぶときは CKL イコール AKL イコール BKL。 22、もし一つの行列 A の列の数が他の行列 B の数に等しいのなら A を B に掛け合わすことができ、その行列的には C の数それぞれの A の行列に等しいのなら C イコール AB CKL イコール M AKM BML。 22、3、ここで取られるが M は表している方程式の整数、すなわち AB プラス C イコールAB プラス AC。 22、4、また情報の結数では表すことができる。 ABC イコール ABC。 22、5、
完全なノイマンメカニカルなんとか量子力学の数学的基礎を見ようというほんの今の。あるということになるね。172P。ただし右辺は A、左辺が B と C の積にかけることを意味し、右辺では A と B の計画を意味している。これは ABC とかけ、上と右の差は次のようになる。D イコール ABC、DKL イコールシグマ M、N、AKM、BMM、CLL。右辺は等しくない掛け合いが常に成立しないのである。22-2 0行列単位行列および定数行列2位の正方を A に出して0行列ナルマトリックスは0によって定義する。A の A イコール0、A イコール0、22、7。これも0の全て0であるから、もし A が正方形になって、やはり0は全て0であるから、だから違った、全て持たないことになる。単位行列、ユニットマトリックス1は A、B に対して、1A イコール A、B1 イコール B。228で定義されました。228の方程式は1は次数と A の行の数または正方形列で決断される。さらに1はその対角線 KL 対行列を持たなければならず他の定理でなければならず、つまり1の行列は導入したクロネッカーの記号、クロネッカーの記号 KL に分からない。ある C と行列 A の A のおのおの要素を C にかけて作れて行列 C 形で、もし定数行列コンスタントマトリックス C を単位行列の倍数すなわち A で定義すると CA イコール CA クロネッカー KL 22CKL は定数の整理である。22-3行列だと行列式を逆量です。正方行列のトレース、あと、トレース、TR と書く。シュプール、SPUL、対角はダイアゴーナル、サムと呼ばれるダイアゴーナル